エスメラルダ号火炎民島的事件とは、1975年7月23日に、沖縄県国上軍本部長で発生したテロ事件。エスメラルダ号詳細は、エスメラルダを参照エスメラルダ号は、チリ海軍の練習艦で、バーケンティン式の小船である。地リの、浮かぶ、大使館として、名が知られており、1953年の浸水以来、世界中の港に寄港している。 この時も海洋博を記念して、エキスポポートに寄港していた。当時のチリは、ピノチェと軍事政権下にあり、ピノチェと独裁に対する国際世論は厳しいものがあった。このエスメラルダ号も反対派に対する拷問部屋として使われたこともあった。1975年7月23日午前4時40分ごろ、沖縄国際海洋博覧会のエキスポポートに一席の ボートが近づき、停泊していた地理海軍の練習官、エスメラルダ号に火炎瓶を投げつけた。火炎瓶は炎上し、甲板で仮眠していた乗組員二人が火傷続いて、海洋博協会の船舶、白洋と神戸商船大学の練習船、深江丸にも火炎瓶を投げつけたが、すぐに消し止められ、怪我人はいなかった。海洋博協会の他の船舶が追跡をしたが、 見失ってしまった。沖縄県警察が近くの戸口信仰を捜索したところ、不審なボートを発見した。ボートのエンジンは熱を帯びており、しかも中から火炎瓶が見つかったことから、犯行に使われたボートと断定し付近を捜索した。そして、ずぶ濡れになっている不審者を発見したため逮捕した。エスメラルダ号の負傷者2人は自衛隊機で東京に搬送され、 自衛隊中央病院に入院して治療を受けることになった。チリ政府は日本、チリ親善関係には影響せずとし、ことを荒立てなかった。犯人は島根県出身の後藤健二であった。後藤は中京大学の学生であったが、約3年前に小田の偽名で沖縄に渡航し、日雇い労働で生計を立てていた。大学の方は授業料未納で除籍処分を受けていた。 後藤は日頃から海洋博に反対する言動をほのめかし、沖縄の人がやらないのなら俺一人でもやると知人に話していたという。後藤は特定の震災翼党派に属さないノンセクトラジカルの活動家であった。事件直前に後藤は仕事を辞め、一旦本土に帰った。そして再度沖縄に渡航し、レンタルボートを物色していたという。その後の供述から、 具体的な標的は、エスメラルダ号と、三菱グループの三菱海洋未来館であることが、明らかになった。エスメラルダ号を狙ったのは、ピノチェと軍事政権に対する抗議を意味し、三菱海洋未来館を狙ったのは、三菱グループが、死の証人であるというのが理由であった。エスメラルダ号襲撃の40分前に、公衆便所が爆破される事件が発生しており、この事件も、 後藤の犯行と断定された。1976年10月27日、那覇地方裁判所は後藤に、懲役8年の実刑判決を言い渡した。ありがとうございます。